インタビュー。こんにちは、堀物です。インタビュー、この番組は YouTube と Podcast 各プラットフォームよりお届けしています。YouTube のチャンネル登録、Podcast の各番組のフォロー、皆様よろしくお願いいたします。そして早川さん、今回もよろしくお願いいたします。お願いします。最近なんか私、街を歩くときになんか意識してること、はい、意識してることって言うと大げさなんですけど、私来年、ね、運が良ければちゃんとやれば大学を卒業するじゃないですか、はい、そうですよね、はい、でそうすると一人暮らしをすることになるんですよね。ああ、そうかも、決まってんだよねそれはね。そうなんです。だから一人暮らしをするときにこうどの町に住みたいかなっていう視点でいろいろ町を歩くことが多くて、はいはい、私の条件的にはサウナが近くにあるとか。ああ、そうか、サウナだもんね。そうなんです、そうなんです。あと美味しいものがあるとか、うん、ちょっとなんか歴史的な都会都会しすぎてないところがいいみたいな、うんうん、ちょっとこう石畳みたいな、はいはいはい、で結局今一番は神楽坂に住みたいんですよ。ああ、またいいとこ選びますね。はい、中さんあります？住んでみたいでもいいし、住んでてよかったなでもいいし。ああ、まあまあでも、でも広島はまあ住んでましたが、広島は良かったですし、まあ今住んでる横浜も好きですし、うん、でもなんかそうだね。マナさんと若干違うかもしれませんけど、僕の条件は結構なんか、うん、知りたい、やっぱりちょっとこう、条件っていうか、後から考えると、やっぱりなんかそう、都会都会してないっていうの、まあある意味一緒で、なんかすごい、うんうん、本当は人と接するの厳密嫌いじゃないんだけど、とにかくなんか、どん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 こう、こもりたいというか、なんか、孤島に行っちゃうよね。うん、話題に出ますよね。だから横浜に住んでるというと、ほら、よくなんか週刊誌とかメタにされた時に横浜市民は結構上から目線で、うん、なんか、どこに住んでるのって言うと、なんか普通はほら、何々県でっていうの、うんうんうん、神奈川なんだけど、横浜ですみたいな。イメージありますか？なんかそう、うん、そういう良くも悪くも、なんかそういう結構叩かれたりして、個人的にはそういうのないんですけど、うん、ただ、僕は逆に言うと横浜って、なんかほら、おしゃれなイメージみたいに持たれますけど、僕が住んでるのはね、まあめっちゃ田舎ですので、いわゆる、うん、別に横浜でも東京でもどこでもいいんですけど、その中にもちょっと田舎っぽいところ、うん、田舎っていうのとちょっと違うんだろうな、なんて言うんだろうな。まあでもやっぱり自然があって、うん、まあやっぱターミナル駅とかじゃないところがいいよね。あ、ゴミゴミ、人がいっぱい集中しない感じの。そうもう本当に人いなくていいわ。あ、人いなくて。そう。なんかだからちょっと不便なとこだよね、だから行くところは、うん。インタビューって人と会う仕事のはずなのに、早川さんから聞くといつもこうそういうんじゃなくて、大勢の人っていうイメージじゃないですかね。そうそう。だから1対1だよね。でも昨日もね、久々に、まあ、今回、流水さんですけど、その、次に出るゲストの方にね、インタビューしてきましたけど、うん、まあ、その話はまた今後詳しくですけど、やっぱりものすごく、その方のおかげで楽しく話せたんですけど、やっぱ終わった後もクタクタだよね。うん、だからなんかもうその後はとても人に会いたくないわけじゃないけど、もうなんか普通に家帰ってみたいな感じで。わかるかもしれないです。私も前回話した仕事でインタビューの仕事が、うん、で1時間ずつで3人やるんですけども、その後はきついなってなりますね。それはちょっとインタビューマシーンだね、結構きつい、うん、じゃあ何、神楽坂を狙っていくと。しかもなんかまたマナさんのことだから、なんかもう、まあ、もはやすでになんか当たりつけてそうだし、当たりなくてもなんかまた人のつながりでどうことかありそうだね。ちょっといろいろ調べてて、まあ、ただまだいろいろ情報も欲しいし、神楽坂は値段も高いですし、高いよね。ちょっといろんな場所を見ていきたいななんて思っております。うん、はい。じゃあぜひね、横浜の選択肢に入れていただいて、はい。はい、で、横浜の人はすぐ横浜が好きだから言いたがりますから、みんなまあ住めば都ですからね。ということで、今回も本編に入ってまいりたいと思います。今回は清涼院流水さんのインタビューの最終回ですね。はい、早川さんって日常で宗教とか意識することあります？宗教って考えないよね。だからそのキリスト教とかさ、うん、仏教とかいわゆる興味はあるし、うん、まあ前もどっかであったと思うんですけど、教養としてさ、うん、知っときたいっていうのはあるけど、でもまあ意識ってわけじゃないけど、やっぱりね、その冠婚葬祭、まあ、月並みだけど、うん、その時はいつも思うし、まあ、毎度誰しもが言ってることで、日本人って不思議だよね。無宗教の人もすごく多いと思うけど、うん、ね、神社行って寺行って、結婚式は、まあ、いろんな形あるけどね、うん、まあ、ちょっとね、教会とかで
お葬式は、うん、あのお坊さん呼んでみたいな、うん、そう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 、なんかあったら神頼みみたいに、何の神かわからないけど頼みたくなっちゃうし、そう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 。でもマナさんはでもカトリックのほらずっと言ってたんだったら、やっぱりなんかでも俺もさ結構周りにもやっぱりそのクリスチャンのねあの学校行ってた人結構いるんだけど、はい、みんながみんな別にもう敬虔なあのクリスチャンってわけじゃないよね。特にそのまあ親とかねそういうのであるかもしれないけど、例えばなんかちょっと音楽とかさ芸術系でそういうカトリックとかクリスチャンのところも多かったりもするし、うん、なんかマナさんはなんだろう、それで影響を受けたとか今の自分に影響を及ぼしてとかある？なんかこう精神的な影響とかはあんまり、なんて言うんでしょう、今になってじゃあ隣人を愛しなさいとか、うん、一回こう罪を犯した人でも許すとかが大事な教えなんだなっていうのは今になってやっとわかるっていう感じなんですけど、うん、まあ身近に染みついてるもので言うと、なんか選挙とかで、うんうん、あの私たちは皆さんと共にみたいなあるじゃないですか、はいはい、で皆さんと共にって言った後に私はそのまた司祭と共にみたいな、こうキリスト教の言葉を思わず言いたくなるとか、あと口ずさむものがなんか聖歌ハレルヤとか、なんかそういうものがなんとなく身についてるみたいな、そういうところで日常になんか勝手に馴染んでるみたいなのはあります。あ、でもそういう意味ではそう、もう最近それこそますますこもっちゃってあれですけど、やっぱり海外行った時とかは必ず、うん、あの聖堂、例えばパリとかだとノートルダム大聖堂とか、あの何回も行って、まあ、焼けちゃいましたよね一回ね、うん、あの行ったりとかもしてますし、なんか、まあ、やっぱりねそういう信仰心がすごい熱いとか全然ないんですけど、でも、うん、多くのね、人がもう、やっぱりそれこそ聖書の話のようにね、もう時を超えてそういうふうにいる場所って不思議と、うん、まあ実際ほら、神社とかもさ、そのパワースポットとかそういうのは全然興味ないっていうか、そこまではないんですけど、でもやっぱり神社とかってほら、実際そういう気の流れがいいところに建ててる、うん、まあ結構高い、小高いところもあるし、はいはいはい。あの、僕自身もそのどういうところに住みたいかっていうね、話ありましたけど、やっぱり、あの神社とか教会の近くに住みたいってわけじゃないんですけど、やっぱりそういうのっていいとこに結構建ててるから、実は僕、うん、どこに住みたいかの話にちょっとせっかくあれが戻っちゃいますけど、うん、なんか結構小高い丘に住みたいっていうのもあって、あこの辺ってやっぱ結構そう気の流れがいいみたいなのがあって、うん、なので、まあ、ちょっと脱線しちゃいましたけど、教会というか、まあ、聖堂だよねとか、うん、あの神社の、あの澄んだ空気やっぱ違うよね、うん、明らかに、うん、それは好きだなと思いますね。最近ちょくちょく神社とかなんか行くようにしてるんですけど、いい運気が巡るような気もするし、なんか意外と皆さんもなんか気にしてみたら、あ、これ宗教にまつわってるな、まつわるものだなみたいなのがあるかもしれないんで、ぜひこの機会にインタビューっていうこの機会に立ち止まって考えてみていただければなと思っています。ということで、清涼院流水さんと早川さんのインタビューの最終回をお聞きください。今ね、あのいろいろお話伺ってきて、そう、流水さんに今回ね、まあ、個人的にももう、ね、今まで数えきれないほど時間を過ごさせていただいて、インタビューでも5回ぐらいさせていただいて、意外とこれ聞いてなかったなと思うことがあるんですけど、やっぱり流水さんって今の話とってもですけど、いい意味でですけど、やっぱりストイック、学び、まっすぐなイメージあるんですけど、そんな流水さんにとって、こう、最大の遊びって何ですか？あ、最大の遊びはね、これは僕もあちこちで発言してますけど、はい、僕毎日小説の英訳してるんですよ。で、その英訳しながらね、はいはい、あの YouTube でゲーム実況を見てるんですよ。これ海外のと国内のが半々ぐらいなんですけど。英訳しながら？そう、これが僕一番の遊びですね。しながら別のゲーム実況を聞いてる。そうですね。同時にできる。できるというかできてないのかもしれないんですけど。僕この10年間本当に僕の脳が一番快感を得るのはその瞬間ですね。できてないけどやるっていうのはどういうことなんですか？あ、だから例えばその YouTube 見ながら英訳してる、どっちかは絶対おろそかになってるなりますよね。でも自分はできてると思い込んでるっていうか、はいはいはい、で実際その英訳に夢中なモードになるともう YouTube は頭に入ってないんですよ、うん、本当は。あ、そうですよね。もう無理だからバックグラウンドビデオみたいになってるんですけど、うんうんうん、でも一応その例えば英訳の手が止まった時はじーっと見たりもするわけじゃないですか。はいはいはい。でそのなんか程よい緩さっていうか、はい、でガチで見てるわけじゃないけど、うん、もう何でも見られるわけじゃなくて、実はそのつい2日前ぐらいもあったんですけど、うん、今日はこのゲーム実況見ようと思ったやつが結構フルムービーみたいなやつでがっつり見ないと全然意味わからなかったんでやめたとか、そんなこともつい最近あったりとかして、はいはいはい。だから一番いいのは昔のね、あの、ドラゴンクエストとかファイナルファンタジーの、
ゲームを外国人がプレイしてるやつとかを流しておくと、僕日本語版でプレイしてて全部知ってるんで、はいはいはい、本当気楽に見られるんですよ。あ、それは面白いかもしれないですね。だからそれをまあバックグラウンドミュージックとして、ビデオとして流しながら英訳してると、もうすごい昔遊んだゲームを海外のネイティブが楽しんでくれてるのを聞きながら英訳するって、もうすごい心地いい瞬間で。なるほど。僕正直ゲーム実況ってね、これだけこう騒がれてますけど、何が面白いのかよく分かんなかったんですけど、ちょっと今の流水さんの話聞いたら、それは面白そうですね。だから僕そのそれだけ見るってしたことなくて、それだけ見たら多分退屈しちゃうと思うんですよ。BGM なんですね。一方でその英訳っていうのは実はそんなにクリエイティブなことではなくて、その小説書くのに比べればクリエイティブじゃなくて、物理的な単純作業に近いところがあるんですよ。置き換えていく、日本語を英語に置き換えていくっていう作業なんで、結構淡々としてる、物理的な、事務的な作業とも言えるんですね。ああ、そっか。失敗を恐れずに言えば。で、その単調さにこの YouTube のゲーム実況が彩りを与えてくれてるっていうか、だから本当 YouTube のゲーム実況何千時間も見てるんですよ。全部記録してるんですけど、今日何見たっていうのを。すごいな。よくこんなに見たなと思いますよ。一個のゲームだけで何百時間とか見てますから。さすがですね。ただ裏を返せば、その時間僕絶対英訳してるんで、あ、そんだけ僕英訳もしてきたんだっていう。ああ、なるほどね。パスとかも得られるっていうか。なるほど。最も離れてそうですけど、表裏一体なんですね。うん。ありがとうございます。まあ今ね、最近そういう意味ではすごく時間を使ってるのは、まあもちろん英訳であり、ゲーム実況であるっていうのは分かったんですけど、まあやっぱり時間とお金ってすごく大事だと思うんですけど、そういう意味では、流水さん記憶にある中でいいんですけど、清涼流水、この、まあ半年ぐらいでベストバイ上げるとしたら何でしょう。もう値段も高くても安くても、しょうもないもんでもいいです。ああ、いや、それはすぐ浮かびますよ。おう、何でしょう。あ、それはちょっと僕の好きなキリスト教の参考書っていうか。ああ、もちろんもちろん。それですよ。それなんか名前あるんですか？普通の人も手に入るんですか？ああ、手に入りますよ、全然。名前は出ます今。いや、僕は最近本当惚れ込んでるのは、フスト・ゴンサレスさん。フスト・ゴンサレスさん。カタカナでフスト・ゴンサレスさんのキリスト教の歴史上下巻っていうのがあって、もうこれが本当素晴らしいですね。あれ、これすいません、僕見落としたらあれですけど、それはこの本の中にも、カンバチル結構、あ、やっぱまだ出てない。今後またキリスト教の本書いていく上で、いろいろまあ仕込みは続けてて、はい、もう僕の今読む本の 99% キリスト教関係なんですけど、それで浴びるようにキリスト教の本読んでる中で圧倒的に一番良かったのがそれですね。それはそれこそ入門書というものとやっぱりまた違う。入門書でもありますね。僕らでも読めるですね。ただかなりボリュームがありますから、本当聖書読むぐらいハードルは高いかもしれないですね。あ、そうなんですね。単純に物理的に分量が多いんで、内容はものすごくわかりやすいです。なんかその、当然ベストバイとして挙げるっていうのは、まあそれこそ学び尽くした流水さんだからこそなのかもしれないですけど、僕らに、あえてわかりやすく、何がそんなに、まあベストバイですぐ即答する音刺さったんでしょうね。だからそのわかりやすさですね。わかりやすい。ドロドロの聖書もそうなんですけど、僕はわかりやすい本を出したい。その英語勉強法にしても、キリスト教の入門書にしても、とにかく一般読者にわかりやすいものにしたいなと心がけてて、で、僕が読むその類書っていうか、他の方が書いた英語勉強本の本とか、キリスト教の入門書ってやっぱり物足りないんですよ。もっとわかりやすく書けるんじゃないかっていうことが多くて、ただそのフスト・ゴンサレスさんのやつはちょっとやられた感があったぐらいわかりやすかって、あ、こういうのは書きたかったなっていう、まあ一つの目標であり仮想的であり。うん、あ、でもリュウスさんおっしゃったように、そういう意味ではそのね、今の挙げていただいた方の本もそうですけど、やっぱりこのドロドロの聖書って、やっぱりリュウスさんおっしゃるように、なんて言うでしょう、僕も今まで何冊かぐらいしか聖書の関連本って読んだことないですけど、うん、いわゆるさっきのね、そうでなくても神とか天使とか、正直まあ、こう、あまり信仰がないとか、の人にとっては、まあ、まあ、やっぱハードル、抵抗ちょっとあるじゃないですか。ある上に実際読むとかなりわかりやすいんだけど、でもまあ僕は結構こんな感じで疑いやすい性格なんだね。99.9% わかりやすくても、その 0.1%、もっと言うと 0.01%、ん？親みたいなのあると、
やっぱすごい引っかかるじゃないですか。そうですね。うん、それはわかります。そう、だからやっぱりこの本、そういう意味では、ないですよね。まあ、流通さん的にはまだまだ改善ってあるのかもしれないですけど。いや、そこはでも本当目指してるんで、そう言ってたけど一番嬉しくて、本当に僕それを目指してるんですよ。うん、だから英語の勉強法の本を書くのと全く一緒なんですよね。なるほど。読者がその、んって首をかしげるポイントをできるだけなくして、本当にスムーズに入れるようにしたいなと思ってるし、で、そういう本ってやっぱなかなかないですよ。ないですよ、ね。その中に。なかなかないからこそその本の作り手としてその単純に作ってみたいというその挑戦スピリッツもあるんですよね。自分がその究極に分かりやすい入門書を作ってみたいという願望はその英語にしてもキリスト教にしても全く同じ願望なんですよ、それは。すごいなんかフラッシュバックしましたね。こう僕が英語をいろいろいつもマンツーマンでメールでも何十回もやり取りさせていただいた時も本当にちょっと気になったところを聞くと全部返してきてくださって、うん、そういう意味ではこうなんか今英語の話も出ましたけど、リュースさんの中では当然ね、その英語への情熱から今当然このキリスト教というか聖書というかそこにまた移ってる部分あると思いますけど、まあ誤解するといえばその今のその情熱きちんと伝えても本当に一点の曇りもなくきちんと伝えたいみたいな、なんかそこでやってるっていうことは変わらないってことですかね、今。それ全く変わらないですね。だから僕も活動はいろいろ変わってきてるんですけど、その都度、うん、活動の出し方か、アウトプットの手法は変わってるんですけど、うん、多分まあ13年付き合ってきて早川さんから見ても、一貫してるところは多分感じ取ってもらえてるんじゃないかなとは思います、ね。いや、本当思います。なんかね、最後に伺おうと思ったんですけど、流星さん、作家になって、そうするとこ、今何年ですか？だから26年目ですね。ですよね。ですよね。はい、もう、四半世紀、そしてちょうど80冊。改めてですけど、ご自身で、やっぱりね、もう小説一冊書いて消えてしまう人もたくさんいる中で、作家、英訳者としてですけど、なんでここまで、まあやっぱりやってこられたと思いますか？要素をたった一つだけ挙げるとしたら何でしょう？まあ、叩かれたことじゃないですかね。叩かれたこと。まあだから昔の小説界とかミステリー業界を知ってる人であれば誰もがうなずくのは歴史上僕ほど叩かれた作家いないんですよ。そうなんですね。だからある編集者が言ったんですけど、僕のね影響を受けた若手作家って実はいっぱい出てきたことがあって、その人たちもめちゃくちゃ叩かれたんですけど、うんうんうん、ある編集者が言ったのは彼ら新人が叩かれてる批判を全部合計しても流水さんの100分の1って言ったんですよ。すごいな。でそのぐらい僕はもう叩かれて、まあ若手作家は僕しかいなかったっていうこともあるんですよ。うんうんうん、まあそれこそ平野啓一郎さんなんかは同時期に出たんですよね。平野さんは純文学で僕はエンタメ系だったんで、エンタメ系ではもう僕しかいないようなところがあって、とにかく叩かれたんですよね。だからそれこそさっきのドリームキラーとか厳しい意見の話じゃないですけど、周り全員ドリームキラーですよ。流水はもう一瞬で潰れるって誰もが言ってたんですよ。なぜ叩かれたんですか？いや、まあ、やっぱりその、こんな若造が本出すなってことですね。うん、一つは。で、内容的にも、先輩たちと同じようなものを書いていたら絶対出られないんですよ、うん、若手は。だから若手だからとにかく、先輩たちが書けないようなぶっ飛んだやつを出したら、内容がぶっ飛んでますから叩かれるわけですよ、当然。だから一つはその、若さ、作者の若いがゆえの未熟さと内容のその、特殊性。で、それで叩かれたわけですよ。で、それでまあ、こいつは一発屋だと言われたり、その一瞬で消えるとか散々言われて、で、それでやっぱ何クソという気持ちがやっぱ強かったですね。うんうん、僕だから多分ね、最初の一作目が絶賛されたら一瞬で消えたと思いますよ。叩かれたがゆえに？まあ、叩かれたがゆえにまあ何クソと思って頑張ってこられたっていうのは本当にそうで、まあ一個挙げるとしたら絶対そうだと思いますね。なんか四半世紀ってどうですか？あっという間でした？長かったですか？終わってみればあっという間ですけど、最中は長かったですね、やっぱり。なんかね、ちょうどこの間個人的にもやり取りさせていただきましたし、18年越しのね、イベント、はい、で結構いろいろね、結構いい意味でなのか、あれですけどね、すごくちょっとね、話題になったりもしましたけど、その中で、なんか流星さんがね、ご自身の、ところでも書いてましたけど、やっぱり思うのが、その18年越しで、まあちょっとそのイベントも後で簡単にご紹介いただきたいですけど、18年越しで、うん、300人もというね、人が集まるっていうのは、その、リュースさんのやっぱ作家力とか人間力の、まあ、ゆえんだと思うんですよ。で、そこに、あえて先にちょっとミステリアスに話しちゃいますけど、集まった人たちがソーシャルディスタンスを保ってずっと並んでいると。で、リュースさん自身も流水読者にはなぜかいい人が
多いっていうふうに書いてましたけど、やっぱり、まあ、僕からするとというか、それは流星さんを鏡のように映し出してると思うんですよね。本当に未だにですけど、なんでこの、あえて先生って言いますけど、先生がですね、僕なんか凡人の、もう本当に、今も凡人ですけど、今以上に何にもない時から、本当に、もう無償のね、あの、文字通り無償の愛というか、注いでいろんなことを教えてくれた。そしてそれ僕だけじゃなくて、このファン300人に対してもですし、まあ今まで常にだと思うんですけど、何なんでしょうね。まあまずそのイベントの話せっかく振っていただいたんですると、僕はあの2004年に、あの、キャラネットという本を出しまして、そのキャラネットという本と、まあ同時に出したザ・スニーカーという雑誌にある原稿を発表したんですよ。で、それは何かというと、その2004年の時点から見て、18年後、2022年の2月22日午後2時22分にある場所に集まりましょう。で、そのある場所っていうのはそのキャラネットを呼んだ人だけがわかるっていう仕掛けで、で、これはその他の人に誰かが広めたら中止しますって言ったら、すげえ。実際18人が経ったんですよ。で、その場所っていうのはもう今では言っていいんですけど、明治神宮の二の鳥居っていう日本最大の木造鳥居なんですね。で、実際18年が経ってたんで、僕誰も来ないと思ったんですよ、正直。18年はでかいっすよね。しかもコロナ禍じゃないですか、今。確かに。で、しかも2月22日、平日の昼下がりなんですよ。だからお仕事ある方は仕事休まないといけないし、とか、様々な条件考えて、僕来るとしても5人から10人。で、ゼロでも全然おかしくないと思ってたんですよ。別に直前になって当然言ってるわけでもないわけですよね。全然言わないですよ。言うと中止っていうやつだった。とか、自分で破るわけにいかないですもんね。はい。で、実際その明治神宮に行ったら、その二の鳥居の近くに行くと、その先ほど早川さんおっしゃったように、ソーシャルディスタンスを保った人たちが、その大群がいまして、で、最初はそのなんか渋谷のハチ公像みたいになんか待ち合わせしてるのかなと思ったら、皆さんがその僕の本を持っていて、すごい。で、まあその数がもう本当に300人いて、で、その、で、明治神宮の方たちに出てこられて、警備員さんとかルーツが出てきて、これは何事ですかって大騒ぎになって。そりゃそうですよね。で、即刻解散してくださいということで、18年越しで集まったんですけど、集合と同時に解散ってなって。笑っちゃいけないけど、すごい。で、皆さんにお詫びして、ちょっと解散していただいたんですけど、皆さん当然帰らないんで、うん、JR 原宿駅の前で、ほぼ全員とちょっとお話しして、はい、帰っていただいて、その後のケア、アフターサポートは、まあ、僕のザ・ビビビサイトで発表しますと言って、まあ、3月10日に、その、読者サポートの内容を発表した拝見しましたところなんですけども、そっか。で、まあでも早川さんがね、そこで流水さんのそれは何なんでしょうねってさっきお話を振ってくださって、僕もそのことについて考えたことは昔から何度もあって、今では答えを見つけてるんですよ。だから早川さんならまあ激しく同意してくださると思うんですけど、僕の中にやっぱその自分でもよくわからない変な無償の愛みたいなのがあるのは感じてて、これなんだろうと思ったらキリスト教だったんですよ。で、なぜかというとね、この本ドロドロの聖書の後書きでも書いてるんで結論としていいと思うんですけど、はい、僕まあキリスト教は縁がないと思ってたんですけど、実は幼稚園がキリスト教の教会付属の幼稚園だったんですね。なるほど。で、運命的なのは僕三人兄弟、男三人兄弟の末っ子なんですけど、うん、僕が幼稚園に入る直前に家族が引っ越して、その近所にあったキリスト教、教会付属の幼稚園に僕だけが兄弟で一人入ったんですよ。はいはいはい。だから僕だけ全然その兄弟の中でも性格違うと言われてて、うん、その兄たちには別に無償ないみたいな性格は全く感じないんですけども、僕が人からまあそう言われるような性格を持ってるのは多分あのキリスト教の教会付属の幼稚園で教えてもらったその愛の尊さが絶対根っこにあるなっていうのを後にそのキリスト教を勉強したりクリスチャンになってしみじみ思いましたね。あれが出発点だったんだなっていう。で、それが全てだったんだなということを。でも本当に別に綺麗にまとめるわけじゃないですけど、なんかすごい腑に落ちますよ。なんか、ね、これはなかなかリスナーの方、視聴者の方に全部共有、共感できなくて、ちょっと、まあ、ある意味、ね、まあ、恐縮というか残念なところでありますけど、本当に、まあ、ご本人前にしてもらえるんですけど、クレイジーですからね、その無償の愛が。この方、こんなにいろいろしていただいていいんだろうかっていうのは、しかも僕だけじゃなく、なんか本当に、まあ物理的にまず無理だろうっていうところもありますし、だから、そう、本当になんか神か仏かぐらいの感じだったから、あ、キリスト教だったんだって、すごい腑に落ちますよね。あと僕本当に欲がないんですよ。
あの、唯一ある欲はやっぱ知識欲なんだろうなと思いますね。知識欲以外のその欲が全然ないんですよね。食欲もそんなないですよね。そうですね。そうか。まあ、あとあれですかね、早川さんよくご存知ですけど、まあ、ビールは好きっていう、そう、僕も今フォローしようと思います。食欲ないって言うと、それだけ大丈夫か、この人になっちゃう。ビールは相変わらずですか？全然おつまみほぼなしでいきますよね。ビールはもう浴びるほど飲んでますけどね。でも太んないっていうのは やっぱり なんですか、体質？いや、だからその英訳とか小説書くのってめちゃくちゃ脳を使うんで。カロリー使いますもんね。そこか、そこで。いや、やっぱ脳をめちゃくちゃ使ってるみたいですね。いや、ですよ、それは。あの、将棋の羽生さんが対局1回で2キロ痩せるっておっしゃってたことあるんですけど、はいはいはい、めちゃくちゃわかります。僕もあの集中してるともうすっごいげっそりしますからね。一晩でもげっそりしたりするんですよ。だからビール飲まないとちょっとガソリン切れみたいになったりはしますね。うんうんうん、まあ、そんな中ね、今日はね、これ、まあ、言ってもいいと思いますけど、収録ね、あの、夕方の6時から始めたんですけどね、普段ね、うん、あのお目覚めになるのが夕方の、まあ、4時ぐらいですね。4時ですね。なんで、まあね、ちょっと今日は早起きしていただいて、あの、恐縮なんですけど、まあ、そんな竜星さん、こうね、まあ、ここまでドロドロの聖書についていろいろお話伺ってきましたけど、やっぱりね、あの、これからも、あの、この聖書周りだったり、いろいろっていう話ありましたけど、まあ、もっかね、あの、今、こういうことに取り組んでるとか、やっぱりこの、こう、人生最後の日までにこれだけは成し遂げたいとかっていうことを、もちろんその作家として、この聖書、キリスト教でもいいですし、はたまた全然違うこと、まあ、同時に、リュースさんが何かをっていうのは考えづらいんですけど、でも、あの、忌憚なく、あの、教えていただけたら嬉しいなと思います。まあ、やっぱりどうしてもやってみたいのは、究極のキリスト教入門書を、作りたいっていう。で、まだそれはドロドロの聖書では到達してないので、それはやってみたいし、自分ならできるはずだし、多分他の人には絶対できないようなアプローチが、多分待ち構えてるんじゃないかと思って未来に。それを自分でも目撃してみたいんですよね。で、それが本当人生最大の今、目標であり、夢でもあるという。それ以外のね、目標は本当ないっていうぐらいですね。あとはまあその、先ほど話を言っていただいたザ・BBB で、森博さんを中心に日本人の作家さんのミステリーとかを紹介してるんですけど、これが世界中で本当に愛されるところを見てみたいっていう、自分が英訳して、英訳した日本人のミステリーが世界中で愛されてるところを見たいし、それは森博さんだけじゃなくて、そういう輪がそう将来的に広がっていく、まあきっかけだけでも自分が作れたら、嬉しいなっていう。だから最初に海を渡ったメジャーリーガーじゃないですけど、はいはいはい。まあ、あとにすごい人が出てきてくれて全然いいので。アイオニアです、ね。うん、そういう、まあ、地盤を作りたいっていうか、うんうん、日本人も結構面白いもの作ってるじゃないかっていう知られるきっかけを自分が作れたらいいなっていう、まあ、そういうことですね。ということで、じゃあそういう意味では、このドロドロの聖書もちろん読んでいただきたいんですけど、まだまだ登山というか、リュウスさん続いていくってことですね。そうですね。まだこれはだから出発点だと思ってますよ、僕は。これで出発点なんですね。これまでの僕の到達点ではあるんですけど、確かに。その先にまだまだ道は続いていくので、到達点であり出発点、新たな出発点だなとは思ってますね。なるほど。ありがとうございます。ということで、今日のインタビューはですね、作家で英訳者の、聖霊リュースさんをお招きして、このドロドロの聖書、そしてそこにまつわるいろいろなお話を伺いました。リュースさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。エンディングのお時間です。インタビューでは皆様からの早川さんへのご質問や番組への感想、取り上げてほしいテーマなどを募集しております。概要欄の URL からどしどしお寄せください。また、いただいたご質問等は月末の YouTube ライブにてお答えしていく予定です。今月のライブは5月の31日火曜日の夜19時からです。たくさんのご質問を募集しております。そして、人と一対一で会う前、会った時、会った後に何をするか、著名人から市井の人に至るまで18年間で2000人以上にインタビューしてきた早川洋平さんが、その全てを余すことなくお伝えしている会う力養成講座、早川さんからの無制限コンサルティングがついた映像コース、そしてリーズナブルな価格でスタートできる音声コース、この2つからお好みの受講方法をお選びいただけます。詳細や受講の申し込みは概要欄に記載してある会う力養成講座のホームページをご覧ください。そしてもう一つ最後にお知らせがあります。早川さんと参加者の方がお気に入りの本をシェアし合う QR カフェも、5月の18日水曜日の19時から Zoom にて開催されます。今回の本を教えてください。
はい、今回はですね、公文写真書の、映画を早送りで見る人たちということでですね、最近小説が続いてたんですが、今回新書ということで非常にね、まあ、そういう意味でもサクッと読めて、まあ、皆さんも時間がない中でも読みやすいのかなという、まさにそのテーマとも重なりますが、ね、映画を早送りで見る人たちということで、この帯だけ見てもね、2時間の映画を1時間で見たい、つまらないと感じたら、あとはずっと 1.5 倍速、会話のないシーンは即飛ばす、自分のこと言われてるみたい、そう、ネタバレサイトをチェックとかね、見る前にね、いろいろありますが、なぜそういう背景があるのか、そして皆さん自身はどうなのかとかね、まあ、その辺も含めてね、いい悪いではなく、まあ、時代を映し出す、鏡だと思います。まあ、新書って特にね、時代性のある、テーマが出てきますので、この本をね、まあ、あくまで、題材にして、この本別に読まなくても参加できますので、みんなであれやこれや話しながら、そして皆さんのお気に入りの一冊も、お持ち寄りいただきながら、楽しい時間をゆるく過ごせたらなというふうに思っています。はい、5月の18日水曜日の夜19時から皆様のご参加をお待ちしております。さあ、そんなところでエンディングの時間になりましたが、なんか最近私友達からされた質問で、あ、これ価値観出るなって思った質問があって、なんか今でもいいし、いつもでもいいし、あの机の上に常に置いてあるもの何って聞かれたんですよ。で、私の場合絶対に香り物があるんですね。なんか緊張とかするときにラベンダーの香りとか、ちょっとリフレッシュしたいときにヘアスプレーをかけるとか、結構匂いが私の日常にあるんですけど、早川さん、そういうリラックスするためでもいいですし、仕事のためでもいいし、なんか机の上に意識はしてないけど常にあるなみたいなものあります？そうですね、僕も以前はその香りとかあったんですけど、結構やっぱりね、お香とかもそうですし好きだったんですけど、そんな洒落たものは今なくてですね、今あるのはですね、iPad と AirPods Pro と、カメラとスピーカーと、普通ですね。あとなんだろう、なんだろう、あ、そうね、でもすっきりしてっちゃすっきりしてるんだよね。中さん、片付け得意なタイプですか？いやいや、めっちゃ汚い、ね、あの、これ YouTube でね、見てる方もすごく綺麗に見えるかもしれません、皆さんね、Zoom やってる方によくご存知で、これ Zoom マジックなんですね。ここしか映らない、この下はもうまるでっていうぐらい大変なことになってる、全然大したことないんですけど、でもなんだろう、そう言われると今これといって面白いものそんなない、まあまあ C っていうならこれかな、まあ、別に面白くないけど、あの、これ結構気に入ってますね。何それ？これプラスって、あの、結構ホチキス出してる有名なメーカーですけど、スタンプローラー、知ってる？これさ、ガチャンってやるとさ、この黒塗りのスタンプに変わって、何が言いたいっていうか、何のためにこれあるかっていうと、はい、あの、ほら、いろんな郵便物めっちゃ送られてくるじゃん、はい、うん、で、まあ、今だったら Amazon とか楽天とかもいろいろ送られてくる、シールもさ、で、あれいちいち剥がすのめんどくさかったりさ、まあ、あの、もちろんあとね、いろんな領収書請求書とかってやっぱ個人情報だからさ、まあ、基本はね、やっぱりシュレッダーかけるんだけど、もうそのシュレッダーかけるまでもないけど、ちょっとこれ剥がすのめんどくさいなとかさ、そういうものにこれをスタンプローでグーってやると全部消えるの。なるほど、めっちゃ便利。そう、知らなかった？初めて知りました。めっちゃいいよ。だから知ってる人は当たり前にこれ知ってて、めっちゃ売れてる商品なんだけど、そう、何のコーナーか分かんなくなってきましたけど、僕の机には、あの、まあ、唯一、はい、皆さんにひょっとしたらご存知の方も多いかもしれませんが、役立てるとしたら今のものぐらいかなと思ってます、はい。めっちゃ勉強になりました。ちょっとこれ仕事、はい、ね、仕事する方はもしかしたら当たり前に使ってるものなのかもしれないけど、あ、はいはいはい、ちょっとぜひぜひなんか URL なんかも貼っていただけながら、はい、そんなもの、はい、でもないのかもしれないですけど、はい、いや多分ね、プラスの、はい、あの、ちょっと URL 探して貼っときます。ありがとうございます、はい、ということで、また次回皆様とお目にかかれますことを楽しみにしております。ごきげんよう。さよなら。